さあ始まりましたヤロッサ福井。突然ですが皆さんは環境に優しい取り組み何かを行っているでしょうか。今回ご紹介するのは地球温暖化防止のために家庭でできるエコ活動を推進するアースサポーター福井会の皆さんです。今回は誰もが簡単にできる取り組みも合わせてご紹介いただけるということで楽しみですね。それでは早速行ってみましょう。さあアオッサにやってまいりました。こちらの方では現在月1回の定例会が行われている最中です。それでは早速お話を伺ってまいりましょう。アースサポーター福井会代表の関西さんです。どうぞよろしくお願いします。まずこのアースサポーター福井会どういった会なのかそこから教えてください。はい、福井会は地球温暖化対策推進に関する法律に基づいて県知事から委嘱された人たちで、みんなで仲良く楽しくその CO2 を減らそうということで集まっている会です。まあ、普段の活動どういったことをやっているのか教えていただけますか。はい、一番たくさんやってましたのは、エコライフ診断といいまして、はい、いろんな催し物に出かけていってそこで一般の方たちの、エコライフの状況を聞いております。また私たちの家庭で普段生活している中でどういった CO2 が排出されるのかというようなことを知るようなそんなこともできるというふうに伺ったんですがどうでしょう。はい、皆さんの家庭で使われているその電気、水道、ガス、これは検針はありますね。これに基づいて CO2 がどれだけ出てるかっていう計算の表を作成してですね、はい、その過程が1ヶ月どれぐらい出てるのか出てるのかいうことは計算できますね。はい、それは気軽にチェックできるものなんですか。ね、簡単に言いますと、電気とガスと水道この3つだけでもねどれだけ出してるかっていう CO2 の計算はできますね。それではまずは私の家でどれぐらい CO2 が出ているのか、ここからチェックしてみましょう。ということで、実はこちらの紙に、本当は個人情報なんですがこのように我が家の1ヶ月の電気代水道代と光熱費の使用量を記入しました。両親と私姉は嫁に出ましたので3人家族の使用量が出まして記入してこちらが今パソコンの方に打ち込まれております。これで関西さん一体何が分かるんですか。トータルの CO2 がちゃんとこう計算できてくるわけです。なるほど。この金額そして例えばワット数であったりいろいろ使った数に数値に応じて、二酸化炭素がどれぐらい出てるかということなんですね。まずちょっと一番上の方から見ていきましょう。はい、電気代1018キロ、はいはい、でこれのね1キロワット使うとね 0.663キログラム の CO2 が出るということなんですよ。ということはいわゆる 600g 強と、はい、それを掛け算してですね、はい、すると CO2 の量になりますね。はい、それが何本になってるかというと 674.93キロになってるんです。同じように水道とか、ガスとかね、はい、そういうのもちゃんとそういう排出係数っていうのがあって、はい、単位あたりの計算する数字が掛け算の数字があるわけですね。それをずっと今書いていただいたところに掛け算していくと、はい、トータルで加藤さんのところは 985.66kg の CO2 が出てきてるってことです。これですね一番下ですね、はいはい、1ヶ月で二酸化炭素が1トン、はい、1トンってどれぐらいなんでしょう。空気って見えないのでね空気といいますか気体なので、でも1トン出てるって考えると結構驚きですよね。年間直すと12トンですかね。そんなに出るんですか。それでこれを3人で割りますとね、はい、まあ、4トンぐらいになると思います、ね、4トン、はい、ね、4トン言うと大体私の思いでは、はい、全国平均にしろ、北陸ちょっとガソリンの量がね、はい、多いですから大体2トンと思っていただいたらいいと思うんです。1人当たり。ほうほう。そうするとと考えると倍ですよね。そうです。あ、結構出てますね、まあ、つまりそれの大きな要素は何かというと電気がちょっと多いのと、はい、やっぱりガソリンがね、はい、ガソリンがちょっと多いかなという。300キロ、まあ、ガソリンはおそらく原因は私ですね。どうしても、いろいろと移動距離、はい、仕事上で移動距離がありますのでいやおうなく使わざるを得ない状況が出てしまう。やっぱり気をつけたいのがこれ電気かなと思うんですが、はい、電気は頑張れば減らせますよね。これね24時間つけっぱなしの電気、はい、
冷蔵庫なんかはそうですよ ね、はい、冷蔵庫古いとものすごく食いますね。電子ジャーもそうですよね。ご飯を出来上がってご飯炊いて、仕事に行ってる間も我が家実はついてるんです。保温されてるんですよ。それはちょっと帰ってきた時にいつでも食べられるように。それはひどいですね。それはこれ切るべきですよね。もちろん例えばこうパックに入れて冷蔵庫に入れておくとか。よく分かってますやんねえ。そうやって考えると、そうやって考えるといろいろありますね。数字に見えると何をするべきか答えが見えてくるって結果に至りますよね。だからこれを書いてくださいっていう意味がそこにあるわけです。はあ、なるほど、よく分かりました。これ今までこういった診断をしたあの皆さん、例えば一般の方、とかチェックをされた方の感想ってどうですか？同じような感想ですね。あ、自分やってるの気がつかずにあ、そうでしたねと、はい、で次が次あのこんなことやってるよとか出てくるわけです。だけどこういうチェックをしてないから、はい、自分がどれだけやったかって喜びがないんですね。でこれをやると喜びが出てくると、見直ししてね、であこれやろうかあれやろうかと出てくると、そうすると何になってるかやったら CO2 減ることになるわけですよ。なるほど。いやまずこういう機会を設けていただいて、まずはチェックしてみることですね、はいはい、そこからスタートすると思います、はいはい、ぜひテレビをご覧の皆さんもまずはチェックしてみましょう。さて、責任室さん、はい、今こちらのパソコンで、私が普段生活しているときにどれぐらい電気を使っているのか、そして CO2 をどれぐらい排出しているのかということが数字ではっきりと分かることができましたが、今度はですね、電気のその働き、まあ、動きというようなものを目で見ることができる、そういった実験があるそうですね。はい、やってますね、はい、はい、そういった実験があるということで見せていただいてもよろしいですか？どうぞどうぞ。教えていただきますのはこのアースサポーター福井の田島博士です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、白熱電球を灯すと何ワットぐらいで出てますかと。明るいですね。なんか落ち着く昔からの明かりという気はしますが、そうですね、はい、数字見てみましょう。61ワット。次蛍光灯です。蛍光灯、おー、白いね、蛍光灯の色ですね。あら、14ワット。だいぶ下がりましたね。なるほど、はい、だから明るさの量は変わらないんだけれども消費電力が低いと。そうなんです。お、はい、でそしてこっちは何ですか？これ LED。 こっちも明るいですね、あら、7ワット。蛍光灯と同じぐらいもうまばゆいんですけれども、ね、消費電力半分ですね。そうですね。だから、ぜひあの家庭で、こういう白熱電球があったら、はい、せめて蛍光灯、あるいはお金に余裕があれば LED に変えていただくと全然消費電力が違いますよと。なるほど、これ分かりやすいですね。実はこれなんで違うかっていうのを最後にやるんですけども、はい、5秒ほどこうつけといてまた消しまして、はい、手で触ってくださいよと。熱い、熱いでしょ、はい、だからこれは電気エネルギーが光と熱に変わって、つまり本来照明器具は熱はいらないんですよ。素晴らしい、そういうことなんですね。電球ですから光エネルギーしか必要としない、はい、そうなんです。明るければそれでいいのに、白熱電球になってくるとこれ熱エネルギーも余分に電力使って発してるという。そうです。あ、これは分かりやすいです。まだ暑いです、ね、すごいですね、これで我が家もちょっと見直してみたいと思います。定例会が行われたこの日の午後にはスグエコカフェが行われていました。スグエコカフェとは会員のみならず一般の方も含めて身近な環境問題や実際に取り組んでいる自分たちのエコ活動などについて情報交換ができる場です。今後も毎月1回、第3木曜日か第2土曜日のいずれかに行われているそうなので、テレビをご覧の皆さんもぜひ参加してみてはいかがでしょうか。これから自宅で実践してみたいなと思うエコ活動、何か見つけられましたか？家の中の窓のね、二重窓の設置とかね、それから家電の省エネ、電化製品。エコに関するですね、考え方とか、それからエコの実践でですね、はい、そういうものをこういろいろこう気さくに話できますので、非常に、ありがたいというか、
ますますこうエコをやりたくなるというそういう感じですね。電気の消費量が減らすというのは難しいよね。限界があるので、ある程度減るとそれ以上減らなくなってくるので、もうあとどうするかって言ったら、もうエアコン使わないんです、うん、夏でももうエアコンを使わない でどうするかって言ったら、今度ゴーヤーとかそういうものを植えて直射日光入らないようにして電気を減らす。この会に入ったきっかけは何だったんですか？これも5年か6年前ですけど、はい、あの温暖化がね、今その自分からだいぶひどいっていうのが分かってましたので、はい、ただ福井でそういう会があるということで進んで入りました。ご家族の反応などいかがですか？もう最初はね、そんなケチくさいとかね言ってるんですけども、正規所が来てんでこう電気代見てほらとうおーってこう驚くという。二酸化炭素の排出をですね、まあ、より少なくするためにあのゼロカーボンライフにあの心がけています。聞き慣れない言葉が出ました。ゼロカーボンライフ。ゼロカーボンライフって何ですか？まあ、私の家ではあの太陽光発電をあの設置しておりますので、あの太陽光発電であの余分な余った電気はね、はい、あの北陸電力さんへの売電ができるんです、はい、それであの、まあ、電気うちで使ってる電気とかあの水道とかで使って出る CO2 の排出量からあの余って売ったあの電気から換算して出た CO2 排出量を相殺すると、はい、あのマイナスになるんです。ですからあの、まあ、計算上は私の家ではあの CO2 の排出量は出していませんよということになるんです。なるほど、それがゼロということなんですね、はい、あ、はい、そのゼロカーボンライフものすごく気になるので、ちょっとお宅拝見してもいいですか？あ、よかったらどうぞ。よろしいですよ。見せていただけるということで、そのゼロカーボンライフ見にお邪魔しましょう。さあ、ということでやってまいりました。中谷さんのお宅がこちらです。その気になるゼロカーボンライフ、いろいろとチェックしてみましょうということで、はいはい、お邪魔いたします、はい、失礼ながら、はい、はい、行ってみましょう。突撃隣のエコ活動。さあ、まずこちら。我が家には1個しかないものが2個ある見慣れぬ光景ですが、これ何ですか？これはですね、電力計で左側が北電さんの電力計、はい、でこちらは私の家の太陽光発電の電力計。発電した電気は優先的にあの、はい、家で使います、はい、それでもなおかつあの発電した電気が余った分は北電さんの方へ流れるようになってるんです。これ1日でどれぐらい、まあ、発電できるんですか？ね、今先ほどちょっと見たんでは、今日現在で19キロワット発電してますね。19キロワットというと、いまいちちょっとピンとこないんですが、どれぐらいの量ですか？1日は暮らせる量ですか？エマ十分だったら十分暮らせますね。さあ、そして、こちらご覧ください、我が家にはこんなにマンホールが駐車場の敷地内にありませんけれども、もう一つ空いてますね。これ何ですか？これがですね、雨水を貯める貯水槽です。雨水、はい、どうやって使ってるんですか？うちはですね、トイレの、水洗、はい、それからその他あの車を洗ったりとか、うん、植木鉢の水やりとか、はい、そういったものに使ってます、まあ、食事とかホイルあれには使ってないんですけどね、はい、あくまでも、まあ、少し汚れててもいいような水は雨水で代用してますよということです。すごいですね、雨水も有効活用。中谷さん、これ今裏のお庭につながるところにいくつもあるんですが、何ですかこのタンク？あ、これはですね、先ほどの雨水をあのトイレの水洗に使っているということをお話ししましたが、はい、それの、予備タンクです。向こうのが、はい、あの雨がずっと何日も降らなくて、はい、なくなってしまったらこれを使うんです。バルブがあるんで、バルブを開ければずっと自動的にあの速攻を伝ってあそこに流れるようにしてあります。1個の中にあの300リッター入りますから。あ、結構入る。900リッターですね。すごいね。ここにも予備があります。さあ、お庭にやってまいりました。立派な庭園が広がる中ですけれども、
中谷さん、これはグリーンカーテンですよね。ゴーヤです。ゴーヤ、はい。まあ、これから実ることでしょうけれども、改めてこのグリーンカーテンの効果ってどんな効果がありますか？これはですね、夏の日差しは非常に強いんで、はい、日差しを遮ってくれるのと、グリーンカーテンを通した風は2、3度下がった温度で部屋の中に流れ込むので、涼しく感じるんです。このゴーヤもいっぱいできるでしょうね。ゴーヤの実をですね、私は重曹にして、はい、飲んでます。味はゴーヤなんて言って、はい、そうですね、まあ、ということでゴーヤはできたら食べるそうです。いや、関西さん、今日は実験も含めましていろんな活動、そして内容というのを見せていただきました。私の生活もですね、こんな風になってるんだということが分かりまして、そういった数字が目に見えてくるということで、何をしたらいいか、次こういう風に活動しようというような目標が見えてくると思います。テレビをご覧の皆さんもそういったチェックをしてみたいと思うんですが、そういったチェックはどこに行けばできますか？まずね、私たちはよくね、ショッピングセンターとか、はい、そういう会場でそういう催し物があった時に参加させてもらって、エコライフ診断というのをやらさせてもらってます、はい、ここで、外来診断させていただいて、なおかつもうちょっと詳しく、本当の数字をということで、お誘いしていますのがすぐエコクラブといいまして、会員になってもらって、まあ、いい話を聞かれたらそれを参考にしてくださいと、 CO2 を減らすにはどないしたらいいかということに結びつけていただくことを勉強してもらうと、ぜひね、参加してほしいなとは思ってます。我々のこういうことをやってますのは、自分の家の CO2 を知るということは一番、ね、大事なことだと。で、そういうことを、まあ、我々思ってますので、自分の家の CO2 を知ることを、まあ、合言葉にしてですね、できたら、市民県民の合言葉にして運動にしたいなと、はい、そういうふうに持っていければいいなと思って、まあ、活動の目標をですね、その辺においてはいるんですけども。さあ、今回のヤロッサ福井は、この私たちが住んでいる地球のために活動されておりますアースサポーター福井会の皆さんをご紹介しました。私自身も自分の生活が実際に数字になって見えてくることで、どんな生活をしているのか、どんなエコをすればいいのか、はっきり分かったように思います。どうぞテレビをご覧の皆さんも一度チェックしてみてください。それでは最後に関西さんから呼びかけをお願いします。エコで福井を元気に。やろっさエコ。